ゴールドワンゴルフスクールのレッスン動画です。はい、今日はですね、このテニスラケットを使って、スイング中のフェース面を感じるってことですね。テニスって本当ゴルフの動きに僕は近いと思うんですよね。こうじゃないですもんね。左手を置いてグーッと持ってくるでしょ。この体幹のこの引っ張りはね、全く同じだと思うんですよ。バックスイングね、フェース面が腰の高さで正面を向く、右隣の人と握手をする。はい、ここから僕はね、トップの位置になって感じないから、トップのフェース面なんか全然気にしません。それでもここから巻きつき動作の後ですね、巻きつき動作の後、フェースの面を上に向ける、これが大事だと思ってます。胸の面はまだ右です。腰は開いてる。で、ここからですね、まあボールの外側を振る人がいいんです。非常にボールの外側をする振る人はもうフェース開いてしまいます。僕はですね、こうここからここに大木があって、その内側をすり抜ける気持ちがあると、手を返す必要なんかありません。この上向いたままでも結構です。それだけでほら、直角戻ってきます。外側じゃないですね、引きつける求心力です。こうこうですね、このまま引っ張る、この面が大切です。特に戻そうという意識はないです。このまま体の近くを通すだけです。体で引っ張ってください、ね、この右手首の外側の角度がきちっとついてですね、インパクトの時にハンドファーストで左肩からクラブヘッドまでラインナップして、こういうハンドファーストのインパクトができるようになります、ね、ですからボールを打ちに行くと外側を通ってフェースが開きます、ね、こうですね、こちらでも向こう向いてます。左手も同じですね、バックスイングしますね。ダウンでは手の甲が上向いてフェース面ね、上向いてます。で、特にここが大事です。引きつけといて、この左手首の内側、ここが変わらないように下ろしてくる。そうするとこれも面が直角になります。ここでは上向いてるんですよ。ここの角度崩さないで、こうです。はい、このまま、とにかく力のベクトルはこっちです。こうまっすぐ出すと見てください、フェース面こんな上向いちゃうんですよ。こうね、このようにテニスのラケットってもう身近にこのフェース面を感じ取れるので、ぜひ皆さん活用してみてください。